ドイツのビーズマン、ビーズマン、お社は3月8日、2024年に発売予定の、新型 EV ロードスターに設定する可能性のある3種類の、カスタマイズデザインを提案した、リミテッドエディションコンセプトを発表した。ビーズマンは1988年、ドイツのデュレムに設立された。 マーチンとフリードヘルムのビーズマン兄弟が BMW 製エンジンを積み量産車とは一線を隠すスポーツカーをハンドメイドで生産してきたしかし2013年8月ビーズマンは資金繰りの悪化によりドイツミンスターの裁判所に破産を申請したその後2018年に新たなオーナーのもで 経営を立て直し、ビーズマンが復活を果たした。ビーズマンの新型 EV ロードスターは、現時点で社名が公表されておらず、プロジェクトサンダーボールと呼ばれている。リアに搭載されるツインモーターは、最大出力 680HP、最大トルク 112.2Kgm を発生。 強力なモーターによって後輪を駆動し、0-100kmH 加速2.9秒の性能を可能にしている。また、蓄電容量9 2アワーのバッテリーを搭載し、1回の充電での航続は最大 500km になる予定だ。なお、ベース価格は30万ユーロ、約4300万円。 2022年11月に欧州での予約を開始し、2023年2月に初年生産分が完売している。3種類のカスタマイズデザインコンセプトは、新型 EV ロードスターの無限のカスタマイズの可能性を示すことが狙い、グローバルに活動するデザインスタジオ、スタジオクルボスとの、パートナーシップによって設計された、 としている